悪くはないと思うんですよね、まあ、こういった攻撃をやっぱり中町中心に横浜切り替えていかないといけないですよね、はい、ここもシュートを狙っていった、決まった、山田からシュートが決まりました、マリノス勝ち越し、もったいないですね、後半41分、マリノスに大きな1点が入りました、おそらく高橋翔平がですねブラインドになって紙すき見えなかったと思うんですよ、はい、リプレイでこうカップとか見えますかね、この角度だとちょっと分かりづらいですかね、山中の今シーズン3点目が決まりました、その分やはりその紙すきは反応が難しくなったということですか、そうですかね、ちょっとでもまあここだとそんなにこの角度だとそこまでじゃないんですけど、でも逆を取られてるんですよね、あ、そうですかね、はい、ボールの山中が